どうも皆さん、沖の空港に着きました。今日は島根県の沖に来ているので、沖の Vlog を始めてみようと思いますので、ぜひお付き合いください。じゃあちょっと行ってきます。結構ね、誰もいないけど大丈夫かしら。今私たちはこの大きな沖の島町にいます。でね、沖諸島ってたくさんの島で成り立っているので、今私たちがいる沖ノ島町からフェリーに乗ってズズズズズ1時間ぐらいかなかけて、この中之島の海士町にこれから行こうと思っております。フェリー乗りますよ。やばいやばい、間に合わない途中、気をつけてって。あらや、あらや、くれちゃった、すいません。間に合いました、入ります、すいません。あ、乗りました。フェリーって言ってたからあれだけど、結構大きい。わあ、すごいフェリー、そして海、出発しますよ。上が綺麗なのかな、ちょっと上行ってみようかな。わあ、すごい綺麗。あ、眩しい。わあ、なんだこれ、超綺麗、本当に綺麗。なんか今日は本当はなんか曇りの予定だったのに、こんなに晴れて綺麗な海。このフェリーに乗って1時間海士町まで行ってきます。海士町に着きました。島に着きました。綺麗、楽しい。1時間って言ってたんですけど、あっという間に着きましたね。今日はちょっとここでゆっくりしたいと思うんですが、実はホテルはあそこに行くんですよ。あそこのホテル見てください。海に面してるから絶対絶景だと思うんですけど、ちょっと楽しみでございます。行きます。今日泊まるお宿エントに来ました。私ここにね、すっごい泊まりたかったのっていうのも、前何度かの雑誌で見て、もうすっごい、なんだろう、もう絵みたいなエントランスって言えばいいのかな。なんかもう本当にこの風景一枚一枚が絵みたいな、本当に素敵なお宿だったので、そこに行ってみたいなと思って今日来ました。じゃあ早速で、後ろもね綺麗な感じなんで、じゃあ行きましょう。お邪魔します。入ったら全部白の空間で、海も見てください。すごい吹き抜け。そこからの、うわー、絶景ですよ。見てください。ほら、海の上に浮いてるような感じしません？ここに座ってずっと海を眺めていたいなっていう気分になりますよね。じゃあエントランスはどうだったら、お部屋はどうなんでしょう。じゃあ早速お部屋に行きたいと思います。はい、じゃあ早速お部屋に行きたいと思います。今日は奮発してこういうお部屋を取ってあげますので、じゃあ行きます。よいしょ。わあ、わー、すごーい、すごいぞ。この部屋は皆さん見てください。ほら、全部窓、見て、すごい。ここね、私なんか雑誌で見たんだよな、本当に。でその時に、いや本当素敵な宿だなって思っていたから、なんだろう、海の上に浮いてるような感じで、お部屋の外に出れる、出てここでもゆっくりできるんだ。わー、なんか皆さん聞こえるかな、虫の音だったりが。でね、海がすっごい青くて透明度が高い。お魚とかいたらわかるんじゃない、これ。すごいね、本当すごいわ。で、全部窓見ながらゆっくりできるお部屋っていうコンセプトですよね。何もしないで
ここに 2,3 日いてゆっくりするような感じかしら。ちょっとお飯前に近くのビーチに来ました。なんかね、すごい夕日が綺麗みたいで、ほらすごいいい感じですよね。なんかまあお仕事じゃなかったらプライベートで来て子供たちと遊びたいな。なんかね、向こうでね、地元の子供たちがみんなでね水遊びしてるの、なんかそれ見たら子供たちに会いたくなる。すごい綺麗。私もなんか島出身なので、なんかこう島にいた時ってこんな感じのゆっくりした時間が流れてたなぁと思って、私が宮古島にいたのはもう私15歳で那覇に行ったから14歳だから、30年前はもうやっぱりこんな感じで島であの子たちみたいに無邪気に遊んでたなぁ。都会の絵の具に染まってしまったなぁってなんかそんなことを思いながらちょっと夕日を眺めております。ねえ、夕日がめちゃくちゃ綺麗。なんかほんと宮古島のあの日思い出すなぁ。いや結構ね、宮古島にいる時にはなんかもうデートといえばこういう海辺だったんですよね。なんかあの時の自分を思い出すというか、こんなにゆっくり流れてる島時間ってすごい久しぶりだなって思います。宮古島はね、結構こうやって見るとなんか海蛇とか見えたんですけど、ここで海蛇なんか見えないか。すごいなんか懐かしい感じがするし、宮古島では夕日結構見てたけど、東京ではなかなか夕日なんて見れないもんな。すごい癒される。風も気持ちいいし、いやなんかちょっと本当東京で疲れた心が癒されるような感じがします。ほんと来てよかったっていうか、ここはほんと1週間ぐらいゆっくり来たいなぁ。あとなんか子供たちも連れてきたい。なんか子供たちにこの海とかこういう自然にたっぷりの場所をなんか教えてあげたいなって思います。じゃあそろそろ仲間空いたんでご飯食べに行ってきます。エントから車で20分ぐらいかなの空き家海岸に来てます。すごい綺麗ですよね。後ろの、わかりますかね？あの岩肌。もともとなんか沖諸島っていうのは火山が噴火してできた島で、ああいうね、地層がすごくたくさん見えるんですよ。ちょっとね、赤っぽいほら岩があったりとか、すごいですよね。これユネスコ世界ジオパークっていうところに認定されてる？なんかね、ほんとね、日本じゃないみたいなんだよね。岩肌とか。すごいね、素敵な地形がよく見える感じの、ほんと大自然を満喫できる。ここずっとちょっと歩いていこうと思います。ね、いい感じ。見てください、あそこね。ほら、ハートに岩がなってるんですよ。波でね、浸食されて、ああいう風にハートに見えるんですって。ちょっと良くない？これデートとかできたら、あのハートで僕たちも結ばれるよね、みたいな。昭和な感じですけれども。縁結びのご利益がめちゃめちゃありそう。この屏風岩っていうこのちょっと赤っぽい岩の間にこのハートが見えてる感じです。すっごいね、波の音も気持ちいいし、海は透明感あるし、ほんとここだけでずっとぼーっとできる。すごい素敵なエリアです。海士町から沖ノ島町に戻ってきて、なんか沖ノ島町ではね、絶対ここ行った方がいいよって言われたこのサザエ村の漁師の店さんに来ました。ここね、すごく美味しいらしいです。ちょっと行きましょうかね。こんにちは。はい、これアゴ出汁が超有名。これか、これちょっとアゴ出汁私も取って、ちょっと旦那作ってみようか。毎日取って出したらいい料理ができそうだから。え、いいな、美味しそう。で、味噌、お味噌汁とか豚汁とかいいらしいです。ここはこのアゴだしの味噌汁と、あとサザエ、そうサザエ村って書いてあったから、サザエは食べられるのかな。それをちょっといただこうかなと思います。いただきます。おいしい。え、これなんだ、お魚なんだけど臭みが全然ない。ないでしょ。でもすっごい濃厚、でも塩辛くもない。おいしい、美味しい。これなんか鍋とか
にしたい感じ、ね、こういうの毎日作ってくれる奥さんも欲しい。おかえり、今日はちょっと寒かったでしょ、ちょっと、ね、まず一口どうぞみたいな、なんか悪いみたいなお風呂行ったからご飯の前に後は来てみたいな、奥さんが欲しい、本当に奥さんを募集しておりますありがとうございます。お待ちどうさまでした。わー、美味しそう。これね、サザエ丼とね、お刺身が、お刺身、これサザエのお刺身、これ新鮮だから、うん、美味しそう。ちょっと湯通ししてありますけど、うん、いただきます、ありがとうございます、いただきます。サザエをこう卵で閉じるっていうことが初めてかも。うん、美味しい。うん、あ、美味しい。そうだね、うん、これやっぱ出汁が、あとすんごいコリコリしてる。出汁が今まで食べてたサザエは違うサザエかも。美味しい、これサザエってこんな太くないんだ。これは美味しいわ。ありがとうございました、はい、ごちそうさま。すごい可愛いおじさんだった。じゃあ次行きます。出発。遊覧船に乗ってます。これから沖のなんか前インストラクターで話したかな、こうろうそく島っていうところに向かってて、なんか岩があって、その上に夕日が落ちてきて、なんかろうそくが積もったみたいになるらしくて、島根県ってほんと美肌県だからあんまり晴れてることがないらしいんですけど、見てください。これ見えるかもしれない。そう、晴れてるからといって見えるわけでもないし、でも晴れないと見えないし、ちょっと私が持ってるかどうかをこれで使おうかと思います。ちょっとろうそく島そこよ、なのに見て、おいおいしてきたやばい。あれ、さっきまでいたんだけどな、お日様。あれ、これちょっと後で合成で入れる感じかしら。わー、本当ね、あれが綺麗に見えるよって、完全になんかちょっとな、もう一回来いってことなんすかな。あれ、ちょっと来たんじゃない、来てるわよこれ。あれ、止まるんじゃないのこれ、もしかして、まさかの。ほら、そこ、ほら、 あそこだけ明るいもん、明るいもんあ、でもすごい綺麗に見える気がしてきた。来た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 んじゃない。あー、来てるよ、来てる。ろうそく岩に火が灯りました。ほら、灯った灯ったよ、みんな、ろうそくに火が灯った。これ iPhone でちょっと見づらいかもしれないけど、画像じゃ今ね、本当に丸い、これがちょうどすごい綺麗。灯ってる灯ってる。ロウソク岩、ありがとう。ちゃんと見せてくれて、でも近くにやると本当に波に侵食されて生きてるの。なんでこれだけこんなところにあるんだろう。すごい、なんか不思議じゃない。もう本当はもともと大きかったのかな、それがこんな感じになったのかしら。でもやっぱりもうどんどんこうね、侵食されて、もっともっともしかしたら細くなるかもしれない。はい、到着しました。いや、と思ってたね、私というか9割おじさんの腕、漁師のおじさんのこう太陽が落ちてくるところに、岩をこうちゃんと見れるポジションに漁師の方がされたのが、まあ、9割方の凄さですね。はい、ということで降りてまたお宿に行きます。おじさん、ありがとう。2日目の夜は古民家をリノベーションしたアットホームなお宿、くすぶるハウスに宿泊しました。こちらでも島で採れたてのお魚とかお野菜とか美肌食材たっぷりのお料理を食べることができました。特に朝ごはんに出てきたその日産みたての卵を使った卵かけご飯は絶品です。オーナーの岩井さんご夫婦、若いですよね。お二人とも関東から沖に移住されたということで、もうね、夜遅くまで沖の魅力をいろいろ聞かせてもらいました。本当に素敵なお宿でした。今日で沖終わりになります。すごい楽しかった、本当に。なんかいろんな人と出会って、いろんなところで
ね、いろんなスポットも見たし、ろうそく島もやっぱり自分の持ってる感も出せたし本当に、島根県隠岐の皆さんが優しかったです。すごく楽しかった。また必ず来ようと思います。 Vlog どうだったでしょうか。ちょっとはみんな旅行に行けた気分になっていただいてたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。帰ります。東京に。